翼を広げた高は、クンフー島和の最も一般的なシンボルの一つ。クンフー島は、近代イランの格闘技の一つ。1960年代にパフラビー・アサイランの軍人、エブラーヒーム・ミールザー・イーが開発した。クンフー島は柔軟で、素早い動きを重要視し、優美さと力を合わせ持つ鳥の帝王、高をシンボルとする。イランにおけるイスラーム革命以後は、 ミールザー・イーの弟子たちの亡命先であるドイツなどで普及活動が続けられた。日本でも東京に道場があり、格闘技通信にイラニアイ官婦としてコンキャフタバンという名前で紹介された。クンケフォタバンとも言う。パフラビーアサイランにおける空軍士官であったエブラーヒーム・ミールザー・イーは、モハンマドレザーシャーに資金面での支援を受けて、アジアに武者修行の旅に出た。 エブラーヒームは、対局圏、テコンドー、空手、南波少林圏、ヨガを治め、自身の工夫を加えて、25年かけて1960年代に、クンフー投亜を完成させた。クンフー投亜は、軍隊でも導入された。1979年に、イラン革命が起き、シャアが追放されると新政府にクンフー投亜は禁止され、イブラヒーム自身も命を狙われた。 ついに当局に足を打たれたイブラヒムは、トルコやヨーロッパに逃げるが、行方不明となる。その後、イブラヒムの教えを受けた弟子たちは海外に君風、東亜を広めた。数年前にはイランで合法化され、再び人気が高まりつつあるという。君風東亜では7つの当時を学ぶ。この7つという数は、イスラム教の哲学の一種であるスーフィズムの鳥の会議という空和にちなんでいる。 このグーアは鳥たちがシームルグという鳥の帝王に会うために旅に出るという話であるが、その途中で七つの谷に直面する。つまり七つという数には困難を乗り越えて悟りに至るという哲学的な意味が込められている。漢風東話では体を入り口として悟りに近づき人生を充実させるのが憲法を行う一つの目的と考えられている。 そのため瞑想も重視されている。型の種類は以下の七つである。あなたはあたど外寒さまえまやなくあんな、ベストマヤなバイマパと一つの型を収めたと師範に認められると、道義の右胸にストライプが刻まれ、次の型に進むことができる。七つの型を学ぶと緑帯が与えられる。緑帯以後は最終的な体型を完成させる前に革命が起きてしまったことから、 はっきりとは決まっておらず、型を収めた時点で黒帯を与えるところもある。武器術もあり、かんざしとラケーマという刀を使う。師範になると赤いベストが与えられる。ありがとうございます。